はい、さいぐすよ、ちゅうがなびら。グッドモーニングエブリバーディー。おはようございます。読谷村長の、石峰です。あんまごいほどやらなければならないんじゃないかなと思うぐらいなんですが。そうですね、本当に、5月の8日ですとか、梅雨入り宣言しても、もうね、1ヶ月になるというのに、県の貯水池もね、40何パーセント、どんどん、いずれにしてもね、みんなでこの夏場、乗り切るためにも節水をですね、お願いしたいと思いますね。はい、でも、読谷さんは独自の長浜ダムっていうのを持ってるゆえに、はい、そこはもうちょっと安心ではありますね。これはもう先だっても、佐渡吉備生産協議会というのがあって、これ中部の吉備協と言ってるんですけど、そこで、私そこの会長なもんですから総会があって、そしたらもう先週、いや、そろそろ干ばつ対策ということで、皆さん、から総会帰ったらですね、各、市町村、干ばつ対策どうするんだという話をですね、やるということだったんですけど、おかげさまで読谷村はね、農業基盤の整備されたところはきっちりと、灌漑排水事業ということで、長浜ダムからの水もあってですね、干ばつ知らずだし、またビニールハウスとか平張りハウスというのがありますよね、四角いのですね、それが建っているところはまさにもう干ばつもですね、台風も、心配ないということでですね、以前は雨待ち農業とか、台風が来たらどうするんだということだったんですけど、徐々にですね、読谷村の方は農業基盤は、整備されていまして、ちょうど今日ですね、その中で実際読谷で整備されたところをですね、農業生産法人に、貸し付けていくというですね、会議も今日あるんですけど、またそれをやってですね、本当にいよいよ本格的にですね、読谷飛行場で整備された農地もですね、72年ぶり実際ね、また、農家の皆さんに、戻ってきてですね、農業生産励んでいただきたいということですね。すごい、非常にでも夢のあるですね、ことだと思ってますね。まだまだ総会シーズンが続いてですね、総会の、メインイベントというんですか、5月18日ありました、読谷村商工会総会ということでですね、そこでまた新しい、もう会長にね、これも新聞でも、また FM でもいろいろ紹介もあったと思いますけど、我らがですね、FM 読谷の社長の中曽根智晴さんがですね、商工会長になったということで、いよいよですね、商工会をですね、地域の一番の活性化は、商工会の元気ですんでね、ぜひ、行政も、役を持った、先ほどのですね、生産農家も含めてですね、いろんな意味で展開ができると思ってます。また、私さすがだと思ったら、まずは健康からということですね、中曽根会長がいろんなビジョンをですね、言っていまして、非常に嬉しくなりまして、ぜひ一緒になってですね、いろんな展開を、商工会役場も一緒になってやっていきたいと思いますね。ありがとうございます。本当にもう商工会総会の方にもお越しいただきまして、もう私なりに今考えていることは、読谷村の、商工従事者が、健康であるって、そこがこう読谷村の村長がいつも言われてる、やっぱこう医療なんですか、そうですね、巌流の村ですよね。そうそう、巌流の村、医療費を、いかに、圧縮していくかということがですね、少しでもそういうのを、我々こう若い世代が意識していけるふうになればいいなということ、またふるさと納税の返礼品事業に対しても、やっぱりもっともっとこう納税意識をですね、やっぱり商工事業所を持ってもらいたいなということ、これありがたいですね。結局は納税したものでしか読谷村をですね、運営していかないわけですから、他力本願じゃなくてね、自分たちでいかに自主財源を集めてですね、おのおのの地域になったまた特徴ある、行政を進めていくということをですね、一生懸命、やっているわけですけど、それにですね、また今後も商工会もなってやっていけるというので、非常に、期待もしています。また一緒に頑張りましょう。そうですね、最後はまた、やはり読谷村と一緒になってやっていく村長の柱にもありました、読谷大学の一つで人材育成というもの、我々村長もそうですけど、村おこし塾、そうですね、あのような、新しいバージョンの村おこし塾をもう一度人材育成として作りたいなと思ってですね、これも私も非常に期待してるんですけどね、